よーい、はい。現実が見えていない、そんなことは何度も何度も言われ続けていた。それでも彼は夢を見て歩き続けた。幾多の人々が夢を諦めやめていっても彼は歩き続けた。止まることを恐れていたのかもしれない、彼は歩き続けた。薄いとこばっか拾って歌ってたって自分すらも救えない。新人だ、逆行するプライド、一緒にすんな、ここはドクターじゃ。